いつもここで息切れだ。もうちょっと頑張れよ。休むの？ああ、座ったよ、この人。お姉さん、なんか作業中？畑？お姉さんじゃなかったし、めっちゃおっさんやった。あ、草吉さん。草吉さん家の裏って言ったっけ？おや、旅人の人ですかな？私がこの果ての村の村長、草吉です。あ、村長なんや。のどかな村でしょう。そうですね。ええ、大厄災の傷も癒え、これからという感じですね。何大厄災って。まあ、ここは食べ物も豊富ですし、心ゆくまでくつろいでてください。大厄災のことをはな、あ、バッタいたの。ん？ここなんかおらん？正気のせいだった。くっそ、あ、今バッタおった、絶対おった。なるほど、こういう畑のところにおるわけね。はい。頑張りバッタゲッチュー。あとはもうおらんかい？くっそ、2匹までか。さっき逃がしたの惜しかったなぁ。あれと最初に逃がしたやつ合わせたら4匹目あったのにね。慎重に動かねば。とか言いつつまた走るやつ。お、今おらんかった？おらんかった。あ、あっちの畑とかには？でもなんか畑とかさ、田んぼとかにおるのってイナゴって感じするけど違うんや。バッタなんや。でもこういうさ、草の生い茂ったとこやったら、バッタとか追っても絶対わからんやんね。お、追った。わかったやん。超わかったやん。ほら、めっちゃ跳ねるもん。あっちにもおる。お、いいやん。田んぼ畑いいね。多分結構おる感じやろ。さあ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 。あ、くっそ。あ、捕まえた。え、飛び立ったんじゃなかったの？若干遅れた飛び立つの。さあ、もうおらんかい？ち、もうおらんか。暗くなったら見えにくくなるよね。じゃあちょっとまた別の畑。別の畑もいいけど、どこやっけ？この下とかはおらん？あ、びっくりした。なんかと思ったら鶏か。コケココ。多分この辺に、あの青い炎のがあるんじゃないの？あ、あれか！あれだ、あれだ。で、こうやってさ、一個に目的絞ったら、その辺によるバッタ見逃したりとかしそうやけど。え、これ？あ、これやんね。びっくりした。ほこらかと思ったよ、一瞬。これで。はい、松明ね。ぼっ。これで。ん？あれ人？いや、木か。この炎をさ、その辺にも灯せるかな？あ、すげえ、灯せた。これさ、こういう風にいろんなところに灯しといたら、後々さ、この辺で、もし失敗してもさ、向こうまで取りに行かんでもこの辺で取れるんじゃない？なんか気持ち悪いね、青白い炎。ちょっと不気味な感じするよね。あれ、どこやったっけ？古代研究所。ん？目的別やね？こっち？あ、違う、あれは、あれか、あの炎の場所を指したんか。あれあれ。あれってことは？あ、消してしまった。あ、羊いっぱいおるんやけど、なんか。じゃなくって、消してしまったんすけど。普通に。超普通に消した。ほら。ね、つけれたつけれた。イェーイ。イェーイはいいんやけど。あっこはどこから行けばいいんだ？あっちの方か。すげえ、こういうところを、スススッと上がっていける。こっちこっちこっち。これ今バッタ追っても捕まえれんな。あ、ここにも灯しとこう。はい。行く道行く道の灯籠にちょっと灯していくね、私。あの辺のイカだとか使えるんやない？使えんのかな？
ごめんね、ちょっと怪しい人通るけど。よいしょ。火灯していってるだけだから、そんな気にしないでいいよ。許さない、なんかあったんかな。なんかあったんかな。ここの道から上がっていけばいいんやね。オッケーオッケー。多分さ、ここ上がっていく道に灯籠いっぱいあったよね。そこに順番に灯していっとけば。あ、バッター、くそー、くそー。あ、バッタやん、バッ、あー、飛び立ったよ。あ、ほらほら、バッタこの辺もいっぱいおるんやない。ちょっとほんと、あっちか。こう通り道通り道の灯籠にいっぱい灯していって、失敗したらちょっとそこから。こことかもなんかありそうやけど、ないんかな。ねえ、なんかこういうへこんだ場所いかにも怪しげな感じするけど。てかめっちゃ敵出そう。消えたー、雨ー。え、なに、一瞬、え、一瞬降っただけ。ふざけんなし。よくも私の火を消してくれたな。くそー。やめてよね。なんかさっきの灯籠のとこ結構遠いし。え、さっきの消えてないよね。まし。あー、消えてなかった。よかった。この灯籠のは消えんのかな？消えるんかな？ふん。気合い入れてこ。またあっこに行ったら消えるとかないよね。山の天気は変わりやすいって言うけんね。でほら、もうちょっと行けばさ、すぐそこ灯籠あったやん、もう一個の。とりあえずそこまでは行かせてよ。ね、ほんと一瞬だけ降ったね。何、嫌がらせ。やば。はいはい、灯籠灯籠。よし。これで、さあ近いぞ。あー、この近くにはもう灯籠ないんか。もう一個ぐらいあってくれたらよかったんやけど。これでどこ、ここに火つけたらいいんやっけ。お、できたできた。果ての古代研究所ワーポイントに設定し、あ、やったやん、マジで。あ、そういう感じ。へぇ。ゼルダの道知る目的地を更新、目的地更新、なんか、青い炎をかまどに点火したことで、果ての古代研究所の誘導石が稼働し始めたようだ。点火したことを所長に報告して、シーカーストーンを修理してもらおう。お、なるほど。オッケー。やったよ、やったよ。まあ、ここに入ってきた途端に超なんかのんきな音楽になるよね。やっはん。リンクありがとう。ちょっとほら、そこ見てみ。誘導石が反応し始めたでしょ。これは神秘なのではなくて、必然なのですよ。うんふん。私の誘導石ちゃん、研究者の血が騒ぎますな。しからば、シーカーストーンの基本アイテム、さっさと復活させちゃおうね。そっか、基本アイテムって言ったっけ。そんじゃ、元気よくチェッキー。よろしく。チェッキー。いい塩梅。ではでは、シーカーストーンの修復作業を開始します。誘導石ロック解除。はい、例のあれ、行ってみよう。例のあれって何？あ、なるほどね。チェッキーの方かと思った。何が追加されるんやろ。シーカーストーン認証。うつしえ、ハイラル図鑑、アルバムの欠損を確認。うつしえって何？修復を開始します。来たよ、来たよ。すごいね、家の中にこんなんあるって。ここらやん。お。あ、これが最後の一個。うつしえ、見えている景色を瞬時に絵にする。うつし取られた絵はアルバムに保存される。ハイラル図鑑と連動しており、新種であれば自動で登録されている便利機能付き。ほうほう。なんかよくわからんけど。なんだ？景色がいっぱい。これもしかして私が今までに映したやつ？違うか。修復を完了しました。ハイラル図鑑。ふんふん、写真を撮っていけばいいの。例えば動物とか植物とか。デッキ明かり、どう？ちゃんと直ってる？どれどれ？これこれ。写し絵、ハイラル図鑑、アルバム。うんうん、大丈夫っぽいね。じゃ、早速なんだけど、試しにその復活した写し絵で、私の写し絵撮ってみてみて。
写し絵ね。オッケーオッケー。どうやっけ、こう。あ、ごめんごめん、違った。あ、違う、弓矢じゃなくて。これか。うん、なんか超ポーズ取ってくれるやん。ごめんね、さっき可愛いポーズ取ってくれた時にすればよかったんやけど。保存します。どう？満足？どうどう？写し合いで私の写し合い撮れそう？撮れました。いやーん、楽しみ。見せて見せて。はい、どうぞ。これね。誰？この美少女。美少女、自分で言うなし。なあ、私か。ごめんなさい、取り乱しました。わざとじゃないよ。そういえば美少女だけじゃなくて、古い景色の写し絵もアルバムに入ってたよね。昔よくゼルダ姫が写し絵を使ってたのは知ってるけど。ねえ、リンク。ゼルダ姫のお付けの騎士だったなら、姫の撮影場所に同行してたってことでしょ？あ、そっか。あんた記憶はなくしてたんだっけ。でもちょっと待って。考えてみたら古い景色の写し絵って、あんたの記憶を辿る手がかりになるかも。インパに相談してみたらいいと思う。ゼルダ姫のことなら私より詳しいはずだし。あ、ついでにお願い思い出しちゃった。インパに会った後でいいから、古代素材を回収してきてほしいのよね。んで、私が、ん？私か、アッカレ古代研究所のロベリーに届けてくれたら嬉しい。アッカレ古代研究所？私が嬉しいだけじゃなんだから、古代素材と交換でいいことしてあげる。んじゃ、よろしくー。古代素材っていうのはあれかな？なんかいろいろと拾っとる。こう、あれどこ行った？こういうやつのことかな？古代のシャフトとか。ふんふん、なるほどね。ゼルダの道しるべ。どこ行ったよ、こっちか。写し絵でプレアを撮影することに成功した。プレアが言うにはアルバムの中にはすでに過去の写し絵が含まれているようだ。これは何を意味するのか、かかりこ村のインパに聞いてみよう。ほうほう。ミニチャレンジもう一人の研究者。ミニチャレンジも増えましたけど。解放、さらなる力。何、なんかいっぱい増えたよ。プレアの頼みは古代素材と交換でいいことをしてくれるらしい。古代素材とは何なのか、ロベリーとは誰なのか、詳細をプレアに聞いてみよう。ふんふん。あれ、他は？なんかさっき、もう一人の研究者。プレアから古代素材を見つけたらロベリーにも提供するよう言われた。ロベリーという人物はアッカレ地方にあるアッカレ古代研究所というところにいるらしい。ふんふん。はい、ほーい。なんか質問ある？ロベリーって？ロベリーってのは私の部下よ。多分今でもアッカレ地方の端っこの方でガーディアンの研究をしてるはず。訳あって100年ほど会ってないけどね。え、どうした、訳ありがひどいな。他は大丈夫です。はい、ほーい。うん、なるほど。まあ、そういうわけらしいよ。この、さらなる力？ふんふん。じゃあ、とりあえずあれかな？一旦、インパのところに行けばよろしいのか。インパのところ。あ、撮影しちった。かかりこ村やったよね。じゃあ、タロニヒの祠までワープします。よし。懐かしの場所に帰ってきた。あれ？これってさ、帰ってきたはいいんやけど。インパのところに行けばよかったんやったっけ？は、ちょ。待って、インパのとこここやん。こんな時間でも大丈夫なもの？朝2時45分ですけど、まだ。あ、起きとる起きとる？早起きやね、おばあちゃん。ほほう。プルアに振り回されておると聞いたが、意外と元気そうじゃの。なんか、早いね、情報が。何、携帯とか持っとるわけ？メインチャレンジ、ゼルダの道しるべコンプリート。どれ、見せてみよ。ほらほら。おお、これは間違いなく、100年前ゼルダ様がお取りになった写し絵。ああ、まだ平和だった頃のハイラル城？なんだ、どうした？姫様の思い出であるこの写し絵の地を巡れば、そなたの記憶、取り戻すことができるやもしれんの。写し絵の地を一箇所でも訪れることができたなら、
またここへ戻ってくるがよい。スロタに渡したいものがあるでの。なるほど。メインチャレンジ、写し絵の記憶。ゼルダ姫がアルバムに残したという12枚の写し絵。これらの地を巡れば、ゼルダ姫との思い出が蘇るかもしれない。残すところあと12箇所だ。結局は、最終的には12箇所全部回れよってことかな。残すはあと12箇所ってことは。さあ、懐かしのここまで戻ってきたわけど、お、なんか悩みよる？カンギスさん。おお、君か。いいところに。聞いてくれ。あの後、大妖精の泉のことを自分なりに調べてみたんだが、やっと怪しい場所を見つけたんだ。でも、なかなか泉にたどり着けなくてね。大妖精の泉、私がいたとこじゃなくて？絵でもいいんだ。どうしても見てみたいんだが。ふんふん。あ、写し絵でやればいいってことかな。おお、やはりか青年よ。同じ絶景マニアに匂いがすると思ったよ。大妖精の泉の場所はまだはっきりとはわからないんだが、一箇所怪しい場所はあるんだ。これからまたそこに行こうと思ってるんだが、興味あるなら君も一緒に来るかい？あ、行く行く、何一緒に行くの？おお、若者らしい良い返事だな。では、ついてきたまえ。妖精の泉探し。私もう見つけたってば、前回。前回じゃねえわ。結構前に。え、何この人もパラセールで降りていくの？それとも超回り道していくんじゃないだろうね。あ、これ、ホタルとか捕まえれるんじゃね？ほら、静かホタルゲッチュー。そう、あれは捕まえれんかったか。あ、待ってね。この村を離れてもう何年も経つからね。調査も大変だったんだよ。あ、この村の人ではないの。しかも君も気づいてると思うけど、この村の人はみんな同じ装束だろ。間違って同じ人に何度も聞いちゃったりしてね。あー、あるある。もともと変わり者と言われてたのに、今じゃさらに不審者扱いだよ。でも絶景を見れるなら不審者になるぐらい私は全然平気だけどね。すげえね、それ。おお、クッソ、ホタルに逃げられた。超押していくや。何こっち？ほいほい、ついていきますよ。なんかちょっとだいぶ天候悪そうやけど大丈夫？いける？この辺とか捕まえれんのかね。持つことしかできんのか。ここは多分殺しちゃダメよね。何をする気だって感じだけど。やっぱりパラセールで降りていくんかな。あ、それとも上から見るだけとかそういうこと？なんだ、どうした？何？疲れたの？疲れた。坂道は年寄りには答えるな。私はこれ以上は無理そうだ。この祠の裏に大妖精の泉があると言われているんだが、いつもここで息切れだ。もうちょっと頑張れよ。はあ、天気も悪いし、私はちょっと休ませてもらうよ。もし見つけたら絵を忘れないでくれよ。休むの？ああ、座ったよ、この人。分かったよ、行ってくるよ。あの巨大なね。どうせなら大妖精の写真を写してもいいんだけど。あれかい？何これ？何この生き物？あれやん。私が前にチラッとだけ見かけた光る鹿かと思ったやつ。え？こんなところにあったの？あれ？私前さ、パラセールで飛んでこんかったっけ？めっちゃ普通に歩いてこれるやん。何事？あ、そうそう、私妖精を捕まえたいんやけど。妖精を、お、取れた！妖精、力つけてしまった時にポーチから飛び出して瞬時に傷を癒してくれる。ホタルと違い昼間も青く輝いている。やった、取れた。よし、この調子で。イエーイ。え、これは何？倒れた時にゲームオーバーってならずに、まずは妖精が飛び出してきて回復してくれるっていうこと？めっちゃいいやん。これまでの妖精と同じ風に使えるっていうことね。超いいやん。妖精3匹捕まえてよ。イエーイ。でも、あっという間におらんなりそうやけど。ね。あっという間に私使い切りそうな感じするけど。てかさっきのあの光る鹿欲しいんやけど。でもあんなんさ、食べたら体に悪そうじゃね？ね。さ、じゃあこの辺でもう、写しますか。写し絵。
はい、大妖精の泉、パシャ。うん。これでオッケーだね。雨が降りよるのが残念やな。これでね、雨も降ってなかったらだいぶ綺麗な絵になったんやろうけど。てかほんともうちょっとやん。頑張れよおじさん。カンギスさんやっけ？ほら、超すぐそこ。なんでここでいつもへこたれるの？もうちょっと頑張ろうとか思えよ。神秘のベールに包まれた大妖精の泉。雨が降ろうが雷に打たれようが、私は絶対諦めんよ。見つけたよ。そうかそうか、見つけたか。な、見つけた？本当かね。で、その場所の絵は？絵は持ってきてくれたかね？絵どころか写真を。これが大妖精の泉？美しいといえば美しいが、もっとこう、神秘的で奥ゆかしい感じかと。しかし、よく探してきてくれたな。何かお礼をしたいところだが、あいにく持ち合わせもないし。そうだ。君、行きたい場所を探したい場所はないかね？私はハイラジオを試してきたからな。気になる場所があるなら役に立てるかもしれんぞ。ふんふん。これは大きな門とその奥に雪山。そうだ、あそこだ。この村からずっと東に行くと大きな雪山がある。ラネール山という山だ。そのラネール山のふもとにある、ネルドーロ雪原の西にその門があったさと。私の知ってる場所でよかったよ。少しはお役に立ったかね。今、リンクが見せたのは一体何？ゼルダ姫が映したやつってこと？お、妖精の泉探しコンプリート。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。